はい、将軍様誰だ。私です。本当よ、将軍だよ。将軍自分で言わないしきてねえな。きてえな。さあ、質問は何。じゃあ自分の秘密を一つ告白。一番嫌なパターンだな、秘密。さあ、何番だ。1番。私だ。将軍かよ。将軍かよ。ここだ。来た、ゆうゆうか。ここかー。だ、将軍かよ。秘密。秘密だって、将軍家は代々あっちの方も将軍だ。何言い出すんだお前。何言い出すんだお前。あのさ、オッケーじゃねえよ。全然オッケーじゃねえよ。このお前それガンシモじゃねえかよ。ガンシモじゃねえか。ヒゲさんがいる。ガンシモじゃねえか。アトミックモンキー一回考えろ。まあまあ、どう取っていただいても関君もそうだし、しっかりしていただいても確かに代々そうなんだ。まあ、代々事務所そのものがそういう風に見られるからね。まあ本当の話だからタシが悪いんですよね。やめろ。ちょい怖いわ。小野と安本さん本当なんか腕痛いな。やろ。はい、バカ。さあ次、さあ次、はい、やるぞやるぞ。はい、行きましょう。続きまして、はい、千葉県の霧島真央さんです。はい、次に質問です。はい、銀玉を通して一番気に入ってるアドリブは何ですか。もしあれば教えてください。アドリブ、アドリブ神楽入れますかね。ちょっと神楽ってそんなに入れないよね。台本が面白いからね。そうなんですよね。うん、気に入ってるアドリブね。人のでも良いよ、人のでも。人の、うん、なんだろう、アドリブか。あれじゃないですか、あの、洞爺湖仙人の回に、ズバリから始まって、神楽も入れようとした。入れなかったやつだ。そうだ、あれ入れたかったな。もう、ズバリの流れがね、神楽だけセリフが離れてたんだね。そう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 。あのね、あの、銀ちゃんと新八がね、ズバリでこう、あの、富田さんとこう、受け答えしてる、ズバリトークしてる、みたいな。あれ、今、ズバリって言いたいよって思ったんだけど。神楽だけちょっと離れたところに。ちょっとね、間が悪かったんです。ここでズバリを持ってきてもっていう。何今のズバリ。もうそのくだり終わってるんですけど。つらい。言われたら僕3日寝込みますよ。そうですね。こんな感じかな。杉田くんのアシストナイスだったね。ズバリでした。ズバリ。ズバリでありがとうございます。はい。はい。じゃあ続いていきましょう。さあ、続いてはこちらの企画。将軍様ゲームかよ。ということで、アニメの方でも先ほど話が出ましたね。そんなシーンがありました、キャバクラで。ということで、今回は実際に僕たち4人で将軍様ゲームをやっていきたいと思いますが、ご存知の通り、くぎみがスタジオにいます。そうだよね。バレたね、ほんとセクハラになってしまうので。そうだよ。はい。ということで、アニメのまんま将軍様ゲームをしてしまうとダメです。さんがプライベートでやってるね、将軍ゲームをやってしまうと大変なことになっちゃう。俺は何をやってるんだ、プライベートで。やめろ、そういうイメージつくから。1番と2番が僕に食べられるって言って、ケンタッキーとマックフライドポテトと、ソスバーガーの、そうね、ソスチキンと合コンしてるっていう。そういうのはガンガンやっていきたい。全部胃袋に収まる。収まる。最終的に丸く収まりました。そんなことはしませんよ。はい。この将軍様ゲーム特別ルールを用意しました。将軍を引いた人が好きな番号を指名して質問をすることができます。うん、そしてみんなでキャッキャしていくゲームです。キャッキャしていくゲームです。あら。ということでね、さあ、早速始めていきましょうか。はい、じゃあ4人で引きましょう。はい、僕残り物行こうかな。じゃあせーの、ドン。おお、うん、まだ言えません。将軍かよ。さあ将軍だ。じゃあ将軍様、はい、質問しましょう。はい、質問何かありますか。質問、はい、あ、一番かっこいいと思うアルファベットは。バカなんだ。あ、まあまあまあ、最初はね。まあまあ、まあ、最初まず。一番かっこいいところから行きましょうね。さあ、じゃあ、何番。何番。3番。俺だ。それもう大輔さん決まりでしょう。あの英単語でしょ、それ。ね、何が大輔さんだし。デビュー当時思い出してください。M なんか言わねえぞ。
M とか言われるぞ。義族。なんだろう。これですよ。あ、V でいいかな。さすが。いやでもかっこいいよ、 V よ、ビクトリーの V だからね。さあこんな感じで進んでいきましょう。なるほど、わかりやすい。さあキャッキャしていこう。さあキャッキャしていこう。次だ。さあ続いて引きますよと。でも。もう行っちゃうよ。せーの、ドン。将軍様、誰だ？誰だ？私だ。うわー、なんだよ。将軍かよ。将軍かよ。将軍だ。さあ、将軍、質問は何？昔呼ばれてた変なあだ名、教えてください。さあ、何番に？1番。俺か！面白くねえだろ。何でも面白くねえ。全部俺。俺完全に将軍ポジションになっちゃったから全部僕じゃん。佐藤さんの昔のあだ名。別に変なあだ名ないよ。僕で、でもね、中学高校までは第三って呼ばれてました。第三誰に？同級生とかに。同級生に、うん、大人だったので。尊敬されてたんだ、ね。ちょっと待って。今されてないみたいな口ぶりやめてもらえませんか。でも坂口さん、大輔さん、うん、まあ大ちゃんって呼ぶ人もいるし、カズ、うん、ちゃんって呼ぶ人もいますし。やめろよ。バカだね。バカだねの。さあ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 行け。さあ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 。はいはいはい。はい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 。将軍誰だ。セーボイ。来た来た、ついに来た、初代将軍、暴れん坊将軍だ。成敗でおなじみの。ででさあ、質問は、質問はですね、そうだな、逆にシンプルにこういうことを聞くとみんな困ると思うんだよね。困るようなこと聞くな。自分のかっこいいなと思うところは最低だな、最低だな。さあさあ、何番ですか。2番。俺だ。率高えな、率高え。俺だって仕込みも何もなくてガチでやってますからね。やめてくんねえかな、そういう。かっこいいなと思う。かっこいい。どこどこ？だか、だか。さきさん、だか。なんだよ。なんだろうね。なんだろうね。言いづらいわ、この雰囲気。なんつう質問だ。おい、なんだろう、かっこいいと思うとこ、かっこいいと思うとこなんかあるか？あれ、あれですよ。わかりませんね。ね、性格かな。ごめんなさい。案外大輔さんって男らしく女性をリードするんですよ。おお、水さんから、水さんからいいところ。あった、優しくリードするんですか。やめてくれ。俺は大輔さん見てかっこいいなと思う。ああ、それかっこいいですよね。リベンジ、リベンジ、リベンジ、もう一回。泣きを一回。行きましょう。もう一回。俺と大輔さんだと、だから真中に対する接し方が違うんだよね。違うよね。うん、マジさんかっこいいわ。ひどい。あえて怒らせたりとかひどい付き合い方するから。さあ、将軍様誰だ？銀玉大喜利。ファイ！ちょっと待って。絶対大丈夫だと思ってた人がいきなりサイって言ったよ。サーとハイが混ざってる。本気で言ったでしょ今。サーとハイ混ぜて、もうサバンナ的な雰囲気をね出していこうかな。なんでサバンナ出すの、もうダメ、やめてこのラジオ。はい、ということで、ここからはゲストの鈴村さんと一緒によいしょ、事前にホームページで募集していた銀玉大喜利のメッセージを紹介していくのだ。今回も3つ。新八がアニメ銀魂全話まとめて一言で突っ込んだ。銀さん、僕たちが銀さんに給料をもらってるシーンが一度もないんですけど。振り込みなんじゃないですか。いい、そういうことだよ、うん、振り込みだよ。案外地味なんですよ。案外地味、そこはね、うん、ビジネスライクに、うん、そんなもうお肌とお肌の触れ合いではなく。あの ATM のある江戸っていうのもまた強烈な話ですからね。うん、振り込みか。なんか、すごい血が通ってない感じがして切ないな。やっぱね、給料袋でもらうとなんか、それっぽいじゃん。そうですよ。なんかね、人の温かみを感じるっていうか、働いたって感じがするね。なので、うちの事務所も手渡しにしてくんねえかな。ちょっと給料日に警備員が出ますよ、それ。中井和也さんに給料渡される瞬間にこう。こうね、警備員が5、6人。そう。
下の車まで警備員をつけましょうか。そんな万馬券が当たった人みたいになるんですよ、うん、と。ただ中井くんは刀を持ってるから大丈夫。いや、俺は叩きる。そうそう。3本、おは6本だからね。そうですね。ラストのお便りはですね、イオスさん16歳、はい、お、男性の方ですね。はい。落葉家千編毎週見させてもらってます。この辺は新八のツッコミ喪失編とも言われてるだけあって、見てると彼のツッコミ見られないのかと思う反面、男らしくなったなと感じるところもあります。これからも頑張って応援じゃねえか。なんでこれを質問でもなんでもねえの。びっくりした。あー、今の聞けたと思って狙いだったのかもしれない、ね、びっくりした。なんか質問くんのかと思ったら、これからも頑張ってください。おお、頑張るよ。ありがとう。ツッコミ成分ここで補うんですよ。補うってなんだよ。ということで、いろいろ紹介してきましたが、この中からいつ僕らのサインが入った何かを差し上げますが、何でしょうかね。効果の共通点のお話、あとはですね、苦手なもの、うん、それから、日野くんへの質問と僕への励ましと。やれやれ。